うん、手前にレバーを引いてもらいますと映像化されます、はい、ここのところカンカンもいけますし、ね、あの四角い飲み物もいけます。ここ閉じれば携帯電話実は入るような形になってます。あそちゃん、はい、こんにちは。今日は日産鎌倉大船店に来てます。私、食いもんチャンネル編集担当してますキングと言います。前回アソーチャンネルの方で日産のオーラニスモの、試乗動画アップさせていただいたんですけど、実は今日ですね買っちゃったので納車日になります。いやー楽しみやな。ここのところですね、鍵、はい、あのロックアンロックはあの全部で3箇所できます、はい、運転席と、はい、あと助手席で、あとトランクルームですね、はい、トランクルーム一緒にちょっと確認だけいただければと思います。でトランクルームに関しましてはこの S の下ぐらいのところに丸ポッチ1つありますので、はい、そこを押してもらうと、はい、これでロックです、はい、もう1回押してもらうとアンロックで、その横の長いボタンを押してもらうと、はい、ここで開けていただく形になりますね、はい、ここの部分に関してはすごくちょこっとなんですけど、この分のリクライニングがあります。あのほんのね 2,3 センチなんですけど、意外と長距離出かけるときには座りやすかったりします。そうですね、はい、こちらがオープン、はい、運転席でございます。よろしければぜひかけていただければと思います。じゃあ失礼します。おう、うんうん、すごい新車の香りがしますね。すごいですね、久しぶりに嗅いだな。エンジンかける時のスタートストップボタンがニスモなので赤くなってます。あ、ここですね、はい、はい、でそこブレーキ踏みながら丸いボタンを1回押していただくとエンジンかかります。はい、立ち上がりパッケージです。かっこいいですね。コントロ。はい。でこの辺はあのメーターに関して今ドアが開いているので警告でついていますが、はいはいはい、OK のボタンを押していただくと消えます。ここですね。はい、の上ですね。あ、ここですね。はい、ここです。あ、ここか。はい。はい、あ、消えた。はい。はい、で左右ボタンあの押していただきますと、はい、前のメーターの表示がいろいろ変わります。はい、あ、ほうほう、あ、ほんとろ、はい、あれ、あ、まだな形で、設定の画面が一番右にあるのでもう一回左を押してもらうと、はい、設定、これですね、はい、で、OK を押してもらいます。はい、で、それからくるくるっと回してもらって、はい、はい、いろんな設定がここで全部できます。車両の設定のところで一旦止まっていただきますと、よいしょ、はい、OK を押してください。はい、あのこの辺で細かい設定ができます。はい、例えばワイパーのところまでくるくると回してもらって、はい、はい、で OK を押してもらいます。ワイパーに関して車速連動ドリップ拭き取り両方オンになってます、はい、これあの車速連動オンになっておれば車のスピードであのワイパーの速さがあの変えられたりします。ドリップ拭き取りに関しましては例えばウォッシャー液こうウィーンと出した時に、はいはい、しばらくワイパー一緒に動くと思います、はいはい、で、動き終わって通常止まったらそこで終わりなんですが、最後ちょっとだけちょろっと垂れてきちゃう時ありますよね。ありますね。でそれをあの手動で今まで多分こう1回とかこう上げてもらったりしてたと思うんですけど、はい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 、ワイパーの動きが止まったあの3秒後ぐらいにもう1回あの最後の1回を返ってきてくれるのがこのドリップ拭き取り。あ、そうなんですね、はい、それが今オンになってるんですけど、それいらないよっていう人はオフにしていただくという形になります。戻るボタンが矢印であると思うんですけど、左の矢印ですね。あ、これですね、はい、それを押していただいてドアミラーというところ、ドアミラー、はい、ロックかけていただきますとドアミラー自動でウィーンと閉じるようになってます、はい、それを開くタイミングはいつにしますかの話なんですが、はいはい、ドアのアンロックと連動でやってれば鍵閉めた時にウィーンって閉じて鍵開けた時にも開くようになってます。今の状態がそれです。あ、じゃあこれがいいですね。あ、そうですね。じゃあ、あの通常パワーオンだとエンジンかけてもらったら開くよというやつなんですが、じゃあこれで大丈夫です、はい、じゃあこれもそのまま戻っていただいて、あとはもう一回さらに戻るしてもらって、はい、
時計の設定が今11時24分 AM になってますが、はい、これ12時間表記だと思いますが、はい、24時間表記もできます。午後になった時に1時 PM、2時 PM ってなるか、それとも13時、14時となるかっていう。じゃあ時計を OK してもらってから24時間の方に変えてもらうような形ですね。あ、これですね、はい、これで OK をしていただくと変わるかな。はい、あ、本当だ、はい、はい、これで戻るでやっていただければ戻りますね、はい、で、あとは運転支援というところまで行ってもらいます。これですね、はい、そこでハンドルの支援のオンオフというのがありますが、これはプロパイロットの時です、はい、自動運転使っている時のハンドル支援を入れるか入れぬかというような形になっていて、それはこっちのボタンでも変えることできます。あ、ここですね、はい、はい、なのでここでオンすることもできます。なるほど。そうするとこっちで今オンになりますよというような形で、これでいけますね、はい、オンになってますね。あとは速報とか高速報の支援という形のボタンがあるので、はい、そこもくるくるで選んでいただいて、これですかね、はい、そうですね、そこ OK していただくと、今車速の検知の警報とか、はい、追突防止の支援が全部オンになってますね、はい、はい、でこれ一回戻るにしてもらって、はい、さらにもう一個上の速報支援ですね、はい、はい、そこ OK で車線逸脱警報オンっていう風になってるんですが、はいはい、いわゆるウィンカーを上げずに 車線はみ出ますとピー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 なるようになってます、はいはい、例えばバスとかが止まってて自分が横をスーッと通るときに、まあ、ウィンカー上げて通ってればもちろんならないんですけど、そのままスーッとこう通っていって、うん、ウィンカー上げずにいるとピー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 なったりします、うん、なのでこれ人によってはオフにされている方もいらっしゃいますが、はい、このオンオフもご自身で選んでいただくよという形になります。これはオンにしておきますね、はい、ではあとは戻るボタンでまたお願いします。あとはいろいろ細かいところがいろいろあるんですが、速度標識の表示というところ、ここオンにしていただきますと、はい、ここのところで速度の標識を検知したときにですね、例えば制限速度30キロとか40キロなんてありましたら、うん、カメラが感知したときにここに出てきますよというような形になってます。これはオンの方がいいですね。そうですね、大体のものが今すべてオンになったかと思います。あとはまあよろしければご自身で後ほど設定をいろいろやってみてくださいというような形で、はい、よく使う機能だけ今設定させていただきました。はい、はい、でここからまたさらに戻るのボタンお願いします。はい、でここからはもう一度戻るを押していただきまして、はい、はい、で左右ボタンでお好きな画面を出していただきます。例えばナビの画面のところ、この三角になりますが、三角のところまで左にずらしてもらっていいですか。そのです、あ、これか、はい、ですね、このなんか進み方向をここに出している方もいらっしゃいますし、はい、あとはそのさらに左行くとエネルギーモーターとかって、ここで電池がどれだけ溜まってるかとか、はいはい、エンジンが回ってるか回ってないかなんていうのを目で見てっていうような形の方もいらっしゃいますね。はい、あと一つその3本線がありますが、ショートカットキーと言います。はい、そこを押していただいて、そこから OK を押していただいていいですか。OK、はい、そうするとこの画面が今度真正面向きます、はいはい、これもお好きな方をお選びいただきますね。はい、でなんかさっきの方がかっこいいよってなると、また3本線を押してもらって OK をしてもらうと、ちょっとこれが傾きますよなんていう形ですね、このメーターが。はあはあ、はい、どちらでもいいかと。迷うなどれがいいんだろう、ありすぎてわかんないです、ね、そうなんですよ、結局なんか正解がわからないので、別にないので、うん、どれを出しておいてもらってもいいので。そうですね、はい、なのか自分で見やすい画面、やっぱあれかな、その車のあれが映ってたやつがかっこいいですかね。じゃあ真ん中じゃないよ、ごめんなさい、3本線を押しながら OK を押してもらっていいですか。でこうすると多分車のエリア、あ、こっちじゃなくて、さっきの、あ、こういう感じですね。ああ、なるほど。じゃあこれで、この画面またこれをもっと真正面に向けたかったら、また3本線の OK で戻ってきますね。で、これですかね。はい。あ、理想的ですね。よかった。あ、じゃあこれでいきます。はい、じゃあこれでいきましょう。はい。はい、で、あとは、ここはウィンカーのスイッチだったりするんですが、はい、ここのところ、ライト関係ですね、はい。オフにしようと思っても、必ずオートに戻るような設定になってます。そうなんですか。はい。夜ですね、車のライトつけ忘れて走ってる車がいて、はい、まあ、危ないので、それダメだよということで、今もう変わっておりますので、お車どんな時でも暗かったらもう勝手につくような設定になってるので、必ずオートに戻るようになってます。あ、じゃあもうオートがデフォルトみたいな感じ。そうです。でただ昼間でもずっと光らせて走りたいよっていう人がいるので、はい、それはもうこの上、あ、はいはい、
これがもうついてる状態。ヘッドライトがついてる感じですね、はい、でオートにしておいて、ただスピードがゼロの時のみなんですが、はい、オフに合わせて数秒間じっとしてもらうとライト消えますよというような形。これで今ライトが消えてる状態ですね。でも必ずオートに戻りますので、あのまた夜ですね、暗かった時ですね、スピードが出てたら必ず、このスピードのところが出てるところに限りまたライトがついちゃう感じ。今オフに強制的にしたじゃないですか、はい、でまたそれ戻したい場合ってどうすればいいの？また一つ下にこうくるっと下げてもらって、今ライトがついた状態になりますね。あ、はい、あ、メーター見ればいいんですね。そうですね。あとはここの部分の内側ですね、はい、これバックフォグです。はい、バックフォグで、これが前フォグです、はい、この上げ下げで、これ前フォグついたよ、前フォグ消えたよ、バックフォグついたよ、バックフォグ消えたよです。わかりますか？前とバックの差が、前フォグはもちろん前の部分で足元照らしてくれるので、雨の日とか霧が強い時とか、あと単純にまああのついてるとかっこいいとかっていうので前フォグつけてる方いますね。バックフォグも明るさとしてはそんなないのかな、後ろの部分赤いやつですよね、あの、はいはいはい、あれが今光ってる状態、これ消えてる状態なんていう形になってますので、お好きなタイミングで入れていただくような形になるかと思います。さっき少し申し上げましたアダプティブヘッドライト、はい、オートで上向き下向きやりますよっていうやつが、ここでオンオフのボタンになってます。サイドのところ、あ、そこですね、はいはい、でここに A と出てきます、はい、これがオンになってる状態、オフになってる状態っていうのがここで選べますよっていう形ですね、うんうん、はいはいはい、人によっては結構眩しくてパッシングされるよっていう方が多いので、オフしてる人もいらっしゃるんですが、まあ、様子見て使ってみるよっていう方もいらっしゃるので、このオンオフはご自身で決めていただければいいと思います。あ、分かりました。ちなみにマイフォグって、はい、あのオンにして、はい、でもヘッドライトがついてない昼間とかはついてないんですか？あ、そうですね、ヘッドライトと連動してます。あ、やっぱ連動してるんですね、はい、あ、なるほど。ちなみにエンジンかけたとき、必ずこのレディーマーク出てるかだけは絶対にチェックしていただきたいです、はい、走行可能表示ということになってて、はい、いわゆるブレーキ踏まずにスタートストップのボタンを押すとアクセサリーの状態になります、はい、アクセサリーの状態は、まあ、ただ あのエンジンが元でかかってない状態という形になるので、はい、電装関係しか使えないんですね、はい、なのでドライブとかバックとかもちろん入らないんですけど、うまくブレーキが踏めてないときに、自分はエンジンかけたつもりでもかかってないことがあります。アクセサリーになっちゃってる状態、はいはい、なのでその場合には必ずこのレディがついてない状態になってると思うんですね、はいはい、万が一バックとかあのドライブにシフトが入らないっていうことがあったら、レディになってるかだけは必ず確認をしていただきたいです。わ、はい、かりました。でもし入ってなかったらもう一回ブレーキ踏んでボタン、スタートストップのボタン押してもらえば、あの入り直すと思います。わ、はい、かりました。はい、お願いします。なるほどですね。じゃああとはちょっとそちらの方でのご案内をします。ナビゲーションです。あ、じゃあ今あこういう感じで今消えますね、はい、はい、ですね。でオートホールドのボタン押していただきます ね、 ですね、はい。このオートホールドがオンになっておると、あの例えばドライブのまんま走ってます、で信号があの赤に変わりましたよって言った時にブレーキ踏みますよね、はいはい、ドライブのまんまブレーキを踏むので、信号がじゃあ青に変わりましたってなって足を離すと、あのちょろちょろっと本来進みますよね、はいはい、B なので、はいはい、なんですがアクセル踏むまでブレーキを保持しますよというボタンでございます。なので長い信号の時とか、たまに足浮いちゃってちょろっと進んじゃうみたいな時ありますね、うん、それがなくなったりとか、あと物を落っこどしちゃった時とかも拾いやすいとか、あ、なるほど、はい、あの後ろの物を取る時もあのいちいち P に入れなくてもいいとか、はいはいはい、なんせ結構便利だったりします。そうですね、便利ですね、はい、オートホールドオンの時のみサイドブレーキが連動でかかるようになります、はい、なので本来オートホールド入ってない時はあの P パーキングにした時にサイドブレーキ自分でこう上げてもらってかけてもらうようになるんですが、この P 押した時にこれがオンになってると連動でウィンと勝手にかかってくれます。なるほど。で一応それが便利なところではあるんですが、はい、アクセル踏むまでブレーキを保持するんで、例えばなんですけどそこの道路に出るときにノンブレーキで行かないじゃないですか、はい、右ちょこちょこ踏むじゃないですか、まあ、そうですね、その時も普通はちょろっと進むのでブレーキ踏みます、足離したら勝手にちょろっと進むのでブレーキ踏みますってなるんですけど、
あのブレーキ踏みますってなったらアクセルチョン踏みするまでちょろちょろは進まないんですよ、はいはい、なのでアクセルチョンって踏んでもらってちょろちょろって進んでブレーキ踏みます、アクセルチョンって踏んでちょろちょろって進んでブレーキ踏みますっていうワンアクション挟む感じになるので、それが慣れないよっていう人もいらっしゃいますので、まあその辺は使いながらご自身の合う方をお使いいただければと思います。はい、であとはここのルームミラー、インテリジェントルームミラーですが、はい、ここの部分は手前にレバーを引いてもらいますと映像化されます、はい、でこれ白い壁なんですごい分かりづらいんですが、一応映ってるんですよ今ね、はい、あ映ってます、はい、これで一応映ってますね。この映像も、人によっては慣れちゃったら使いやすいんですけど、そうじゃないとちょっと、見にくいっていう人もいらっしゃるので、これもレバー倒したり引いたりしてご自身で調整して、ね、使っていただけるといいと思います。はい、僕はやっぱこっちかなせっかくせっかくありますから、ね、あるんで、はい、でちなみにこれがドラレコのカメラになってますが、す、ね、今は青いランプしか光ってないので、はい、録画のみです、はい、さっき言ってた録音音声ですね、はい、もし拾うよってなった場合のボタンをお伝えしますね、はい、これがねドラレコのスイッチ、あ、こんなところあったんですね、全然知らなかった結構存在感があるんですが、はいはい、大きさ的に、はい、一番上のボタンを押していただきますと、ちょっと失礼します、はい、これで今音が鳴って多分緑のランプついたと思います、はい、緑ランプが、あ、ついてます、それが音声拾ってます、はいはい、でもう一回ちょっとこっちで押しますね、はい、あ、消えましたね、はい、これが今音声切ってますというような形なので、ここでオンオフをお選びいただくという形になります、うん、で先ほど一旦ちょっとお話ししましたが、手動録画ですね、はい、衝撃ないんですが撮っておきたいってなった場合には、はい、この真ん中のボタンを押していただくと手動録画という形になります。なので、まあ、万が一の時に衝撃映像を自分で見ちゃった時とかね、撮っておきたいってなった時はここを押してもらうと自動的に20秒間ほど録画始まりますという形、はい、一番下はカシャというカメラです。あ、カメラ、はい、なので、まあ、これも証拠写真みたいな形で残すことできますよという形になってますので、そういった形でお使いいただきます、はい、あとこちらはステアリングヒーターのボタンになっているので、冬場とかですね、寒かったりとかした時にこのボタンを押していただくとおよそ30分ほどステアリングは暖かくなります。また30分経って切れちゃった時にはご自身でもう一度押していただければ、またそこから暖かくなりますよなんていう形ですね。 ATC はここに挿してこれですね、はい、もらうのと、ガソリンはここのレバーで、そこなんですね、はい、エンジンフードはボンネットはこっちになっているので、はい、隣同士ではないので間違えちゃうことないと思いますので、はい、ここを開けていただくといいと思います。最近なかなかボンネットも開けることなくなりましたよね。ないですね、ほとんどないと思います。であとここはですね、パカッと開くとドリンクホルダーになるので、ここのところカンカンもいけますし、で四角い飲み物もいけます。結構広くていいですね、はい、でここ閉じれば携帯電話実は入るような形になってます。本当だ、はい、押していただくとメニューの画面出てまいります、はい、自宅へ帰るとかこっちに行きますと Bluetooth オーディオとかのオーディオ関係ですね、はい、ラジオとか Bluetooth オーディオ、これはBluetooth 登録していただいたらっていう形ですね、はい、日産コネクトを登録が済みますとこの Google 検索というものもできたりします。でちなみに情報というところを押してもらうと、はい、日産コネクトサービスというボタンがあります、はい、ここを押してもらうとここで設定があります。ここから ID パスワード設定があるので、ああ ID とパスワード設定していただいたらここに入れていただくような形になります。画質めっちゃ綺麗ですね。そうなんですよ、めっちゃ綺麗です。でちなみに、現在地っていうボタンを押すと常に今いる位置が必ず出るんですが、はいはい、どこかに行き先設定するとき、この旗のマーク目的地と押してもらうんですね、でそうするとここ施設名っていうところで名称で入れるとか、はいはい、住所からとか電話番号からとか、はい、まあ、大体は皆さんそれで入れるかなと思うんですけど、はい、使えますよっていう形になってます、うん、なんか職場とか登録すると職場、それはなんかちょっと嫌っすね、はい、なんかこういうのがあったりしますね。うん、であとは例えばここのところで3本線を押します、ここを登録というボタンがあるので、はい、どっか行った時にですね、ここを登録ってやると今度は登録地というところに入るので、はい、
また来たいよって言った時にはすぐにこのナビの設定ができるんですね、はいはい、なのでまあどっか行った際にですねここもう一回行きたいななんて思った時にはぜひここを登録というのをこの3本線から行ってみてください。わかりました、はい、であとはこのオーディオというボタンを押していただきますと、はい、おあなんか音もいいですね。はい、綺麗です。で一応音楽がここで聴けるよという形になっていて、ソースのボタンを押してもらいますとここで AM、FM とか、はい、テレビとか、はい、Bluetooth オーディオ、HDMI になってて選べるような形になっておりますね。なるほど、はい、HDMI はここが実はケーブルソフトです。あそこに、はい、東北道の下りの焼津インターもし乗用車が故障して止まっている影響でこの携帯の映像とかを動画でここで見たいとなると、はい、HDMI のケーブル買ってもらって、はい、つないでいただくようになるんですが、HDMI のこのここに挿すものと両方同じオスとオスのもの、はい、で、買うのは電気屋さんとかで大丈夫です、はい、メス側と例えば iPhone だったら iPhone につなぐ配線、その配線に関しては、純正品じゃないとうまく映らないパターンが多いです、はい、なので例えばこれ iPhone なので Apple 社のものをご準備いただかないとご覧いただけないことが多いです。あ、そうなんですね。であとは携帯電話の登録をもしやるよというようなことであればここの機器接続のボタンを押していただくとここから携帯電話の登録ができますよなんていう形になってます、はいはい、あとはカメラのボタンを押していただきますと、おカメラがじゃあ、はい、こんな感じで車が関係する事故が増えています。ここのサイドミラーの下についてる、はい、カメラと前後のカメラを全部つなぎ合わせたような映像になっておりますね。でここのボタンもう一度押しますと左下が出ます、はい、車同士すれ違う時とか狭い道通る時脱輪しないようにとか自分がどこまで寄れるかっていうのをここで判断していただけます。運転席側をご自身で確認できますがこちら側が確認できないので助手席側の下が見れるようになってますね。クイモン、はい、こんにちは、クイモンチャンネルです。お、え、お、開いちゃう。おお、これ全部ですね。うん。で、これもすごいんですけど、これはちょっと凶器にしか見えないですよね。基本的にはうちで扱っているのは無農薬無化学肥料のお野菜と、あとお米も無農薬無化学肥料で栽培されてます。野菜の味を。味わってください。はい、まあ、クイーン牛の、使いましたステーキ丼ですね。じゃあお寿司の説明させていただきます。はい、わかりました。